インテル8087は、インテルの16ビット CPUi8086 及び i8088 のために用意されていた数値演算コプロセッサインテル製としては、初の数値演算コプロセッサである。8087を装着することによって、プログラムの処理内容にもよるが、20%から500%の性能改善が期待できた。 インテル8087-8086は数値演算に関して整数演算命令しか備えていないため8086だけで不動小数点演算を行うには別途ライブラリーを用意する必要があった8087を8086の搭載されたコンピュータに装着すると IEE-754、e、形式の 不動小数点計算の命令をあたかも一つの CPU で実行しているかのように使うことができるようになる。8087は8086と共通のバスに接続され、8086の実行する命令を常時監視する。8086では無効命令となる不動小数点計算の命令を検出すると、8086。 側で発生する適切なアドレスモードにより、追加 OP コード及びオペランドを自身内部にロードし、不動小数点命令を処理する。八千八十七によって新たに利用できる命令は、波ドや、フメルなど六十八個。八千八十七は八千八十六が、命令実行中でも独立して動作することができるが、八千八十七の命令実行が完了してから次の命令を、 実行させないと誤動作する。それを回避するため8086には8087の命令実行完了を待つウェイト命令がある。機質のファードやフメルなどの前にはウェイト命令が必ず必要となる。8087などのインテル製の数値演算、コプロセッサはアックスデラックスのようにプログラマが随時指定できる。 汎用レジスタではなく、8レベルの80ビット不動小数点レジスタスタックを持ち、演算命令は、スタックトップの一つまたは、複数の値を対象として、結果もスタックトップに残し、ロードストアも原則的にスタックトップに対して行うスタックマシンである。同社が8087を設計した当時、将来の不動小数点形式の標準となることを目指していた。 実際、IEEE754 の X86 向け実装の標準となることができた。8087を使うと、32もしくは64ビットの不動小数点データ型を利用でき、内部演算には長大で複雑な演算の誤差を少なくするために80ビットのデータ型を使っていた。その他、80ビットの BCD データ型と16、32、 64ビットの整数型を利用できた。1980年に発表された8087は、8287、8387デラックス、8487SX へと発展していった。1980年代に、X87 といえば、この拡張、コプロセッサシリーズを指し、さらに、X87 命令といえばこのコプロに、 搭載された不動小数点演算などの命令を指した。しかし8486デラックスやそれ以降のペンティアムなどでは CPU コア内にコプロセッサが内蔵されるようになったため現在ではそれら内蔵の演算ユニットを指して X87 ということがある。ペンティアム以降の CPU でも内蔵されてはいるが AMD64 アーキテクチャでは 不動小数点演算に X87 ではなく SSE、SSE2 が基本命令として使われるようになった。X87 の存在を前提に書かれたプログラムの互換性維持のため CPU メーカーによる X87 命令のサポートは続いている。日本電機の PC-9801、PC-100 や IBM PC など、 8086を搭載したコンピュータの多くには8087を指すことができるソケットが用意されていた。ありがとうございます。